ね、これ見ると水が溜まっちゃうね。やっぱり低いから。でそこで、ね、ポンプでね、汲み上げてる。ずっとこれは、ね、これなかったらここ水溜まっちゃう。いやもう、借りてからずっと泥沼状態で、あのエンジンオーガで穴開けてみたりとかいろんなことしてみたんですけれど、はい、未だにこんな状態です。ここでやるとしたらね、もうね、極端な高い畝、土手畝、それがいい。で一回で高くするんじゃなくてね、徐々にこう上げていけばいいから。と畝間にねこう上げるでしょ。とこの畝、ね、水ぐね、ジップ敷いといて、と敷くだけ。そうするとね、いつも湿ってる状態。